皆さんこんにちは。 BFS 生徒株式会社の大沢です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は不動産をお得に売却する方法についていくつかご質問させていただきます。ズバリお得に不動産を売却する方法を教えてください。不動産をお得にご売却する方法に関しては、まず大前提としては、お売却されたい不動産の種別に合わせて、その種別が得意な不動産会社さんにご売却を依頼されるというのが一番いいのかなというふうに思います。例えば弊社の場合は一棟収益物件に特化した会社でございますので、一棟のアパート、一棟のマンション、こういった一棟の収益物件に関しては市況ですとかローン付けですとか、そのあたり網羅しておりますので、包括的にサポートさせていただくことができるのかなというふうに思います。では建物が古くなった場合は更地にした方がいいんですか？もちろんケースバイケースになります。例えば一棟のアパートになりますと、中に入居者さんが入っている状態で解体というのはなかなか難しい場合が多いんですね。その場合は立ち退きですとかを得意としている不動産会社さんにご売却をされるか、もしくはご売却を依頼されるかという選択肢があるんですけれども、そこはですねご相談をいただければなというふうに思います。例えばご自身が住まれている戸建ての場合は更地にして土地で販売した方が高く販売できる可能性もあるんですけれども、その場合も更地にして何か上物を立てて再販される業者さんが買い主になるパターンというのもありますので、そういった場合はですね、売り主負担で解体をして地盤調査まで行うのか、もしくは買い主様のご負担で解体をするのか、買い主売り主間での交渉という形になりますので、更地売りの方が高く売れる高く売れないということではないですね。解体費用の目安とかってあるんですか？解体費用に関してもケースバイケースになります。木造の建物と鉄筋コンクリート造の建物ですと解体費用も全く変わってきますし、そこに入居者さんがどれくらいいらっしゃるのか、まあ、入居者さんがもちろんいれば立ち退き費用がかかったりですね、解体費用以外のですね費用が更地にするためにはかかる可能性がございます。あとはですね、何階建てになってるかですとか、近隣の建物がどれくらい隣接しているかというところにもよって費用は変わってまいりますので、一概にいくらぐらいという目安はなかなか難しいところではあるんですけれども、更地にするためにはですね、費用と期間とリスクがあるかなというふうに思います。売却する際どういった不動産屋さんに相談したらいいですか？そうですね、売買仲介をメインとされている会社さんというのは前提なんですけれども、お売却を含めたですね不動産の売買仲介には仲介会社というのは基本的には2社入ることになります。売り主様側の仲介会社、買い主様側の仲介会社、2社入ることになりますので、ご売却を依頼される仲介会社さんが直接お客様を見つけて客付けをしなくてもこれはいいんですね。例えばご売却をされる売り主様が信頼できる不動産会社さんにご売却を依頼されて、ご売却を依頼された会社さんがレインズという不動産業者用のポータルサイトに掲載をして、その種別の客付けが得意な仲介会社さんに客付けを依頼するということもできます。その場合はですね、信頼できる仲介会社さんが売り主様側の仲介に入る形になりますので、売り主様にご損のないようなお取引をさせていただく、サポートをさせていただくことができるかなというふうに思います。どんな物件でも取り扱いしていただけるんですか？はい、もちろんです。弊社ではですね、一棟の収益物件を得意とさせていただいておりまして、逆に言うとですね、一棟アパート一棟マンションに関しては弊社のお客様で直接お客様を見つけることもできるんですけれども、戸建てですとかマンション土地、そのようなご売却のご依頼をいただいた時にはですね、それを専門とする別の仲介会社さんにですね販売を委任する形となりますので、売り主様側の立場になって売り主様側の代理として交渉ですとか、その他契約関係のサポート、そして売り主様にご損のないようできる限り高い金額で制約できるようなサポートをさせていただきますので、まずはですね、どのような不動産であってもご相談をいただければなというふうに思います。コメントで不動産投資って税金がものすごくかかるってあったんですよ。はい、ちなみに売却するときも税金って結構かかるんですか？そうですね、ご売却された際の税金に関してはやはり一番大きいものですと所得税ですよね。これはですね、不動産についている残債がどれくらいなのかですとか、減価償却をどれくらいされてるかですとか、不動産に応じてケースバイケースで変わってまいります。あとは個人名義でご所有されているのか法人名義でご所有されているのか、それを何年保有されているのかによっても変わってまいりますので、
そのあたりのご相談に関してもトータル的にサポートアドバイスをさせていただきます。まあ、あとは小さいものになりますけれども、ご売却された不動産にですね、抵当権がついていたら、その抵当権の抹消費用というのは登録免許税になりますので、これも税金の一部ですし、あとは売買契約書に調布する印紙代、これもかかる場合もございます。あとはご売却の際にかかる費用として、税金ではないんですけれども、ご売却を依頼される仲介会社さんにお支払いする仲介手数料、制約価格の 3% プラス6万円、抵当権がついている場合は抵当権をですね抹消するために一括返済のですね手数料というのが金融機関さんにかかる場合がございます。まあ、このあたりがですね、大きなご売却にかかる費用という形になります。弊社では客付けメインの会社ではあるんですけれども、お持ちの不動産のですねご売却に関してもトータル的にサポートさせていただくことができますので、どのような不動産であってもまずは一度弊社の方にご相談いただければなというふうに思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。